こんにちは、草場ひろきです。今回はアレルギーの症状の緩和に有効な精油とアレルギーの誘発要因になる可能性のある精油について紹介したいと思います。では最初にアレルギーの症状緩和に有効な精油から紹介していきたいと思います。まずはスターアニス。スターアニスに含まれているトランスアネトールという成分、約 80% ぐらい含まれているんですが、鎮静作用や鎮痙攣作用があって喘息性の咳や気管支炎に有効です。またエストロゲン用作用もあるため PMS や更年期障害にも効果的です。次にカモマイルジャーマン、タナセタム、ヤロウです。これらの精油はだいたい5ミリで1万円前後して非常に高価な精油ではあるんですが、これらの精油に共通するのがカマズレンという成分です。アズレンブルーとも言われ、これらの精油の共通点としては色が青いです。場合によっては見えにくいとは思うんですが、蓋が青くなったりとします。このカマズレンが抗炎症作用を持っています。他に抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用を持ち、アレルギー疾患のかゆみや炎症など症状緩和に効果的です。またアレルギーによる喘息症状では、吸入性の花粉やホコリ、食品などからの経口摂取などから起こる症状であっても、これらの精油は気管支の筋肉を緩めて気道を拡張してくれます。次にヒソップ。ヒソップはケトン類という成分を多く含んでいます。この成分が粘液溶解作用や去痰作用に優れています。そのためアレルギー性の鼻炎に使用することによって、鼻汁の排泄効果に期待ができます。また喘息やカタル性の上気道疾患、これらの症状緩和にも期待が持てるでしょう。古代ギリシャの医師であり植物学者でもあったディオスコーリデスは、このヒソップを使って喘息を治療したという記録があります。ただしケトン類を多く含むため神経毒性があるので、大量な量を継続的に使うことは避けた方がいいです。次にペパーミント。ペパーミントに多く含まれている L メントールという成分には、抗炎症作用、抗アレルギー作用が期待できます。またペパーミントを皮膚に塗布した時に爽やかな冷感を感じることができるんですが、この冷感刺激はアレルギー反応に伴うかゆみや不快症状を緩和するのに有効です。ペパーミントは鼻腔を含む上気道の鬱血や不快感などアレルギー反応の代表的な諸症状の緩和に有効な精油であります。次にマジョラム。マジョラムにはテルピネン・ホーオールという成分が含まれており、この成分が自律神経競争作用があります。なので自律神経系の失調を主導とするアレルギー症状の緩和に効果的です。テルピネン・ホーオールの抗炎症作用や鎮痙攣作用は喘息発作などのアレルギー性呼吸器症状の緩和に有益だと考えられています。またマジョラムに含まれているアルファテルピネンという成分には鬱滞除去作用があり、鼻づまりや咳などのアレルギー症状の緩和に有効と考えられています。最後にユーカリラディアタ。ユーカリはいろんな種類があるんですが、ユーカリラディアタはユーカリの中でも子どもから高齢者まで安全に使える精油というふうに言われています。成分のアルファテルピネオールには抗炎症作用があります。上気道や皮膚のアレルギー症状を緩和してくれる働きがあります。また花粉症やアレルギー性鼻炎の急性症状に対しては、このユーカリラディアタの精油、綿棒の先に一滴つけてそのまま鼻の穴に挿入することによって即効性を感じていただくことができると思います。一部ではあるんですが、アレルギーそのものに、もしくはアレルギーによって起こる諸症状に対して有効な働きが期待できる精油です。では次にアレルギー症状を誘発する可能性がある精油を紹介します。柑橘系の精油全般になります。これはなぜかっていうと、柑橘系の精油全般に含まれている D リモネンという成分、この成分がアセチルコリンエステラーゼに対して抑制する働きがあります。
アセチルコリンエステラーゼというのは副交感神経の伝達物質を分解する働きがあるんですが、それを阻害するということなので、副交感神経の興奮を介してアレルギー症状が悪化する可能性があるという考え方になります。僕自身は実際柑橘系を使ってアレルギー症状が悪化したというような声というのはあまり聞かないんですが、成分的には副交感神経に対して優位に働くことでアレルギーの症状が悪化しないかっていう考え方があるということですね。もし柑橘系の香りが好きでアレルギーの症状がひどくなってるなって感じる人は、すぐに柑橘系の使用をやめた方がいいかもしれないです。ということで今回はアレルギーの症状緩和に有効な精油とアレルギーの症状の誘因になってしまうかもしれない精油について紹介いたしました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。